皆さん、新しいスターターデッキ買いましたか？買いました。買いましたか？買いませんでした。僕も買いませんでした。なんか静岡はですね、スターターデッキが買えなくて、めっちゃ売り切れててどこも買えなくて、まさきが辛うじて1個手に入ったぐらい、あとはみんな一つも持っておりません。リンク召喚ができないまま4月に入りそうなんですけども、まあ、新環境で何が強いかって言われていると、まあ、神竜、コズモ、はい、というわけでコズモ作りますまあでも怪獣のガビシエルとかも出ればいいし、ワンチャン次砂塵の大嵐だっけ、あれで自身のトラップを破壊してバーゼストマが動くっていう作戦もありっぽいので、そこら辺を狙っていければいいなと思っております。たまたま売っておりましたエクストラパック2016、開けていきましょう。とりあえず開けていきますね。個人的にはコズモが作りたいと思っているところでございますが、果たして実際はというところですな。じゃあ開けるよ。やっ、あとあれもあるからね、なんかドラゴニア的な、ドラゴニア、あー変なペンデラムの人たちか、謎の人たちもいる。おガメシエル、あれ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 、ワンちゃんこれで怪獣も作れればぐらいだよね。ガメちゃんはもうアドだね。ガメちゃんはアドでしかないね。でもさ、一箱買ったところで絶対揃わないよね。おスリップライダー、おやった、スリップしてる。怪獣は作れる。バージェストマ結構揃いそうじゃない。バージェストマね、懐かしいな。持ち帰る作ってた時期がもう懐かしいよ。はい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 、うん、コズモ率が高いな。4枚コズモで、コズモもういけそうじゃない。結構もう完成だね、これでは。いエピローグ、しずちゃん、ピカイア、あ、出た、こいつらでしょ。多分全部集まることはないな。頼むんご。カダーラ、マジスマ、あーっと、サマタゲ、熱い。全然ありな方じゃない、まだこれ制限ですからね、今期から。でもまだウルトラ枠っていうか、あれか、宿枠か。あ、これ宿っぽいよ。でもあ、違う、あ、どこなんだ、えんちゃん、まあまあまあいいんじゃない。はい、ドゴラン出ました。微妙なバランスだな。でもドゴランも普通に今強いらしい。恐竜に入るっていう、オブラプターでサーチしてこれ。はいはいはいきついな。はい、あ、えっぽい。おお、待って、結構あり、結構あり。ダークシミター、一箱でどうこうできる問題じゃないんだな。ピカイア、クモグス、なんとか。はい、絶対一箱じゃできないじゃん。はい、あ、絶対光ってる。なんだと思う。どうす、サンダーザキング、俺らは、あ、もう見えてる、コズモじゃん。おお、まあまあまあダークエクリプスさん、宿だね、宿だね、宿。エクストラパック、そう、あ、でもこれ多分エクストラシークレットかもしれない。はい、ラスト2パックです、頼むよ。はい、もうレアカードは、あー、でかめちゃん、待って、2枚出たよ。でかいアドだね、これは完全に。はい、ダークローズ、はい、以上になります。まあ、一箱でどうこうしようというつもりもなかったんですけども、結構当たりじゃない？うん、比較的ね。ガメシエル2枚っていうのはでかいね。まず当たりを見ていきましょう。ダークエクリプサーと、ダークシミター、エメラルドポリス、スリップライダー、ドゴラン、ガメシエル2枚。ここら辺は割と当たりなのではないでしょうかね。これ一箱買ったところで何か作れるってわけじゃないですもんね。はい、というわけで今期の遊戯王はですね、ひとまずわしは養戦場を作ったんですけども、まだちょっと勝てるかどうかっていうのは微妙だと。だから神竜が強いんだよ。神竜がもうめちゃくちゃ強くて、あんまり歯が立っておりませんが、まあ、ちょっといろいろ工夫して神竜あたりを倒せるようなデッキ作っていければいいなと思っております。以上、今日のセカンドでした。バイバイ。